効果になった今日の青猿縄跳びで軽くゼーゼーし、バランスでバランスを鍛える。これで今日のトレーニングの効率が上がりますからね。お、意外とワラさんが悔しそうですね。ワラさんが集中してますよ。せめて5秒10秒足したいですね。さあ立てるかワラさん。お、ワラさんいいですね。さあフットサルコートでこんなことやってるスクールあるんでしょうかね。フットサルコートでこんなことやってるスクール、お、ワラさんずいぶん良くなりましたね。バランス大事ですからね、サッカーフットサルで。いいですね、体幹いいですね。これを毎日やったらすごくいいんでしょうね。しゃがむやっぱ難しいですね。いや、チアルちゃんも最後撮影させていただいて、一回水飲みますか。バランスっていうところではね、チアルちゃんは体柔らかいし、なんか上手な気がするけどね。もうこれ持った瞬間ダメだ。難しい、でそれ持つのは難しいね、うん。はい、ワラさん気をつけて、ワラさん気をつけて、ワラさん気をつけて。